ロッキー飛びバッタは、アメリカ合衆国西部の全域及び、カナダ西部の一部に生息していたものの、20世紀、初頭に絶滅した渡りバッタの一種である。比類を絶する大群を成して移動することで知られ、特に1875年の大発生時は、広さにして51万平方キロメートルにわたり、コロラド州の面積2倍相当の規模であった。 これは一説によると質量にして2750万トン、個体数にして12兆5000億匹と推定され、史上最大の動物の群衆として、ギネス世界記録に登録されている。しかしながら、この大発生から30年も経たずに完全に、絶滅しており、最後に生存が目撃されたのは、カナダ南部で1902年のことである。当時の研究者たちは、 絶滅を全く予期しておらず、絶滅の原因は諸説があるものの断定されていない。20世紀後半に入ると、氷河内に堆積していたロッキーとビバッタの死骸が、氷塊して採取可能となり、調査研究が続けられている。しかし調査は難航しており、21世紀に入ってからも、北アメリカ大陸における生態学の謎と評されている。 学名のスプリットスには意味嫌われているとの意味があり、大量発生すると愛変異によって退色が本来の緑から茶色に変化し、同盟化する。18世紀から19世紀にかけて繰り返し甚大な公害を引き起こし、人々の生活を脅かした。過去に大規模な公害につながった種の数は世界的に10を超えているが、北米大陸では ロッキー飛びバッタの一種のみである。英語圏における一般名のグラスホッパーはバッタやイナゴなどの総称である。このグラスホッパーは通常温帯地域を中心に単体で生息しているものの何らかの理由で大量発生し群れをなして移動する時期がある。このようなアイフェニウを起こしたグラスホッパーのことを特に渡りバッタと呼んでいる。 ロッキー飛びバッタもこの渡りバッタの一種である。生物学的には、グラスホッパーはバッタ木に属しており、バッタ目全体は以下のように分類される。ロッキー飛びバッタの分類と命名は、右与曲折の歴史をたどったことから、参照する文献の年代や著者によって、ロッキー飛びバッタを指し示す用語が異なる。ロッキー飛びバッタは当初、 カレプテニューズ・スプリトゥスというラテン語名で呼ばれていた。1866年、昆虫学者のベンジャミン・ダンウォルシュは、ウーラー氏が生物学上の論文記載なしで命名し、かつ、スプリトゥスは、意味嫌われているとの意味であり、当時の昆虫学者から実際に意味嫌われ、見過ごされてきたとして、カレプテニューズ・スプリトゥスの概要を論文に記している。ウーラーは当時、 グラスホッパーの標本を収集、保管する際にこのスプリットスという名称を使っており、他の昆虫学者たちに標本を提供していた。12年後の1878年の文献上では、同じく昆虫学者のサイラス・トーマスが、カレプテニューズ・スプリットスの命名者は自分であると主張している。しかしながら、後の研究者たちは、トーマスの記載など、手続き上は、 不十分であり、かつウォルシュが1866年に論文記載したとして、ウォルシュを命名者と認めている。現在使われているメラノープレススプリトゥスの学名は、昆虫、古生物学者、サミュエル・ハバード・スカダーの1878年論文で使用されている。口述の通り、スカダーは、 多数のグラスホッパー標本を集めて研究し、メラノープレス族の大々的な細分類を1878年に言っている。ロッキーとビバッタと他種との区別、混同もたびたび起こっており、古くは1875年のチャールズ・バレンタイン・ライリー論文に見られる。ライリーはカレプテニューズはアトランティスの名で論文記載を行っているものの、後にこれは ロッキー飛びバッタの矮小型だと判明している。また20世紀に入ってからもメラノープレスサングアナイプスが群生省に相変異したのがメラノープレススプリトゥスであると主張する学者が複数存在した。さらにメラノープレスサングアナイプスがメラノープレスメキシカヌスと混同された時期もある。最終的には ガーニーとブルックスの1959年協調論文によって、ロッキー飛びバッタは、メラノープレスサングアナイプスとは別種だと結論付けられている。1902年当時のスケッチ1877年、当時の産卵期を迎えたメス前術のスカダーによると、ロッキー飛びバッタの属するメラノープレスは、1898年、当時に公表されているだけでも、 1> 計1 3 1の種類が存在し、生息域はほぼ北米に集中している。スカダーは、グラスホッパーの標本を約8000匹検証しており、うち約7000匹はメラノープレスに分類されると報告している。メラノープレスの全長はバッタ下目の中では、小さい部類に入るものの、目の大きさは標準的なサイズである。顔は、 前から見ると射角がきつい。触角は、ハバチア目に属する蜂の一種よりも長く、頭頂には、消化がない。額部分はほぼ下に垂れていて、羽の付け根に当たる、全円脈へとつながっている。全胸腹板には、微突起があり、人でいうところの首や肩に該当する箇所の側面は、ほぼ見当たらない。腰の先端には爪に付属した爪看板があり、 甲子の形節は滑らかで突起物はない。不節の2番目の関節は1番目の半分の長さである。メラノープレス属全体で見ると、オスとメスの標本出現率は、ほぼ同じである。しかし、ロッキー飛びバッタに限定すると、オスが276匹なのに対し、メスは439匹と出現率に、 明白な差が生じていることから、ロッキー飛びバッタ固有の特徴であるとスカダーは捉えている。ミシガン大学動物博物館の集約したデータによると、ロッキー飛びバッタの成虫は平均体長が20から35ミリメートルと小さい。長い羽を持つのが特徴で、広げた時には腹部よりも3割ほど長くなる。現存する種の中では、 赤足飛びバッタに見た目が近いとされているが、ロッキー飛びバッタの方が小さく、またオスの腹の最後の節に刻みがついている点が赤足飛びバッタとの際である。静止した状態で足を擦り合わせることで音を出し、ロッキー飛びバッタの群れはこの音で互いに意思疎通を図っていた。生息地域は主にロッキー山脈の東側斜面であり、 高度2000フィートから1万フィートの乾燥地帯である。多湿の低地には適していないものの、本来の生息地域で草が不足してくると、餌を求めて低地のプレーリーに移動してくる。大発生は、干ばつがトリガーとなると考えられており、寒気に東から西への気流に乗って、プレーリーに大量移動してくるのは毎年ではなく、特定の数年間のみである。 特に同期の最後2年間で大発生する。大発生した年には大量の卵がプレーリーで産み付けられるものの、プレーリーでの生育環境が適合せず、孵化しても生存率は低かった。1匹のメスが1回の産卵で産むのは100匹程度である。産卵時期は晩夏から初秋にかけてだが、孵化するのは翌年の春である。具体的には最低気温が 下肢50度の状態が2012時間、かつそのうち1228時間が下肢60度以上の状態に達すると付加すると試算されている。なお、所要日数は気温の上昇で短縮化する。生後6から8週間はロッキー飛びバッタの特徴である羽がないことから周囲を張って餌を探す。もともとは緑色をしているが、 大量発生すると褐色に変色して行動が、名惘化し、食欲と繁殖力を増していく。ロッキー山脈の一郊外とは、バッタやイナゴが大量発生して飛来し、農作物などを食い荒らす災害である。バッタの漢字が当てられているが、渡りバッタによるものも、郊外と呼ばれる。大規模な郊外を引き起こした種は、世界的に10種類以上が確認されているが、 北米大陸では、ロッキー飛びバッタの一種のみである。古くは、メイン州で1743年から1756年にかけて、また、バーモント州では1797年から1798年にかけて、ロッキー飛びバッタによる公害が確認されている。その後19世紀に入ると、 西部開拓時代を迎え、ロッキー飛びバッタの生息に適した製法へと農地が開拓されていったことから、農業に与える公害の影響は深刻化している。程度に差はあるものの、1828年、1838年、1846年、及び1855年に大発生が確認されており、西部全域にその影響は広がった。 1856年から翌57年、及び1865年には、ミネソタ州に、また1856年から1874年の間にはたびたび、ネブラスカ州にも公害が及んでいる。大規模な発生が、最後に確認されたのは1873年から1877年で、あり、コロラド州、カンザス州、ミネソタ州、ミ,州ミズーリ州。 ネブラスカ州を含む広域で農作物の被害額は1874年の単年のみで2億ドルに上った。ロッキートビバッタは特に麦などの穀類を好んだものの餌となるのは草や農作物だけでなく革製品や木材、羊毛なども含まれまたごく稀なケースでは服を着た人間の背面を襲うこともあった。ロッキートビバッタが餌にしなかったのは トマトやトウゴマの実、ラズベリーなどごく一部の野菜や果物に限られていた。翌1875年の大発生は特にアルバート大群と呼ばれており、ギネス世界記録に登録された数値によると、12兆5000億匹の大群だったと推定されている。なお、2004年に公表された別推計によると、アルバート大群は3兆5000億匹だったとの説も、ある。 証言、分析によると、地上1マイルをロッキー飛びバッタの大群は5日間、途切れることなく通過しており、この数値から、ロッキー飛びバッタは横110マイル、長さ1800マイルの帯状に群れをなして飛来したと、推定されている。巨大な雲のようでもあり、吹雪のようでもあり、蒸気で陽光を遮っていたとある農家は、証言している。 ホッパードーザーの使用後継駆除の方法は多岐に渡っており火薬を使ったり残酷を掘ってロッキー飛びバッタを焼却処分したり工作機の一種であるホッパードーザーも使用されたこのホッパードーザーとはブルドーザーのような横長の板を馬の後ろにつけて地面をかき出しバッタが飛び上がったところを毒または 液体燃料の入った受け皿で捕獲する仕組みである。また、掃除機のような機械で吸い取って駆除することもあった。しかしこれらの駆除方法は、効果が限定的であり、被害を食い止めるには至らなかった。ミズーリ州政府所属で、ロッキー飛びバッタ対策の第一人者として知られる、昆虫学者ライリーは、ロッキー飛びバッタを塩コショウで味付けして、 バターで炒めるレシピを考案した。このレシピは一般に受け入れられたものの、このおぞましい生物を食してもすぐに腹が減るだけだとの反応もあった。1877年のネブラスカ州議会では、16歳から60歳のものは繁殖期に最低2日間は駆除作業に従事することを義務付ける、その名もグラスホッパー法を成立させ、違反者には、 罰金10ドルを課した。同年、ミズりリ州では、ロッキーとビバッタを駆除した量に応じて、検証金制度を設けており、1ブッシェルあたり、3月には1ドル、4月には50セント、5月には25セント、6月には10セントが、支払われた。同様に、プレーリー地帯の他州でも、類似の検証金制度が採用されている。ライリーの働きかけにより、 連邦議会会員は1877年、ロッキーとビバッタの研究を主目的として、アメリカ合衆国昆虫学委員会を内務省参加の政府機関として公式に設立した。党委員会では5年間にわたり、包括的な年次報告書を取りまとめている。初代議長にはライリーが就任したほか、上述のトーマス。 アルフェウス・スプリング・パッカード、ジョン・ヘンリー・コムストックなどの指揮者が委員を務めた。昆虫学委員会が発足したちょうどその頃、タウに見舞われたことから、ロッキー・トビバッタは自然現象したものの、当時の昆虫学者たちは次の干ばつを契機に、大発生が再来すると予測しており、絶滅するとは考えられていなかった。しかし、大発生の特定年間に限り、 プレーリーで繁殖が行われており、かつ世代交代するごとに繁殖数は減り、大発生の地域もロッキー山脈から次第に離れていった。その絶滅要因は諸説あるものの21世紀に入ってからも断定できていない。20世紀後半には氷河が氷解し、そこからロッキートビバッタの個体が見つかっている。これらの代表的な氷河は、 アブサロカ・ベアトゥース自然環境保護地域にあるグラスホッパー氷河のほか、ワイオミング州、フレモント郡にあるウィンドリバー氷河や、同州のナイフポイント氷河などである。氷河から収集したロッキー飛びバッタの死骸を用いて、ジェフリー・エー・ロックウッドは1990年以降、研究に取り組んでいるものの、解明の鍵となるオスの生殖器が、標本から、 分析困難な状態である。2005年時点でロックウッドはまさに北米大陸における生態学の謎だと述べている。最後に生きた個体の標本が確認されたのは1902年のことであり、国際自然保護連合では2014年にゼモエツ種として登録している。以下、絶滅の諸説を紹介する。 バイソン乱獲地域、ロッキー飛びバッタ絶滅との関係も示唆されている。初期1870年時点1889年時点、まず、バイソンやビーバーの乱獲による現象が、ロッキー飛びバッタの現象と相関しているとの説がある。バイソンもグラスホッパーと同様に草食動物であり、両種は数千年の間、草原で共生してきた。この間、バイソンが、 草原の生態系に影響を及ぼし、その結果ロッキーとビバッタの繁殖、生育に優位に働いたとする説である。豆科の植物である、紫馬小屋氏を原因とする説もある。アルファルファは、ロッキーとビバッタの鉱物だが、幼虫の生育に有害だとの研究結果がある。メラノッポラススプリテスという種の渡りバッタが、群生したものを、 ロッキー飛びバッタと呼んでいたことから、この種が絶滅したのではなく、もともとは孤独症のバッタが環境変化に適合して、ロッキー飛びバッタの大群に変化したとする説も存在していた。すなわち、絶滅したのではなく、姿を変えただけで現存しているとの主張である。しかしながら、様々な種のバッタを高密度の環境に置く実験を行ったものの、 ロッキートビバッタのような修正は見られなかった。博物館の標本や類似の種から採取したミトコンドリア DNA を解析した結果、バッタか吹きバッタの一種であるブルーナートビバッタに近似の可能性はあるものの、ロッキートビバッタは独自の種であり、現在では絶滅したと推定される。また、公害を避けるために栽培品種を冬小麦に切り替えている。 冬小麦の収穫は初夏であることから、ロッキー飛びバッタの、開来前に収穫を終えることができるためである。このような農業現場での努力も走行し、郊外への脅威が低減するとともに、ロッキー飛びバッタの大幅な個体数減少にも、つながった。1880年代後半には、郊外から復興し、洪水被害を受けたオハイオ州に向けて、 プレーリー地帯からトウモロコシを供給できるまでに農業生産性は回復している。その他の説として、プレーリー、特にミシシッピー川流域での農地開拓と考えによって、ロッキートビバッタの生態系に影響を与えたと考えられており、前述のロックウッドがこの説を支持している。開墾や工作、洪水によって、1平方インチあたり150個以上の卵納を駆除。 したと推定する当時の報告書なども存在する。大草原の小さな家で知られるサッカローラインガルスワイルダーの実家はミネソタ州西部で麦栽培を営んでおり、1874年夏から1875年夏にかけてロッキー飛びバッタによる壊滅的な被害を受けている。この様子はプラムクリークの土手での中で自助伝的に語られている。 雲が太陽を覆った。しかしその雲は今まで見たものとは違ったのだ。まるで雪の結晶のように薄くキラキラと輝いていた。揺らめく結晶の隙間から光が漏れていた。風はなかった。草がそよぐこともなく熱気は立ち込めていた。しかし雲の端が空に見えたかと思うと風よりも速いスピードで雲が横切った。 ジャックの首には毛がかかったままだ。突如その雲に向かってジャックはうーとうなるようにクンクン鳴くように怯えた声を発した。ドスン。ローラの頭に何かが当たって地面に落ちた。そこには今まで見たこともない大きなグラスホッパーがいたのだ。そう、あの雲はあられを降らすようなグラスホッパーの大群だったのだ。プラムクリークの土手での一節また。 ノルウェー系アメリカ人作家のオーレード・バルト・レルボーグは、小説、大地の巨人の中で、自身と妻の家族の実体験に基づいて、ロッキー飛びバッタによる公害を描写している。ありがとうございます。